8歳かな、そこの人たちが温度違うね、ちょっと待ってね、はい、新興と観光の弥彦山へ皆様ようこそお出かけくださいました。国定公園弥彦山は弥彦神社の神体山として多くの人々から親しまれており、神社を中心とした弥彦への観光客は年間250万人を数えております。弥彦山ロープウェイは3本のロープで支えられた複線高層式ロープウェイと申しまして、全長1000メートルを安全快適に約5分間で運転いたしております。弥彦山頂パノラマランドには標高600メートルの高さから360度の展望がお楽しみいただけるパノラマタワーや傾斜式観光エレベータークライミングカー、さらに展望レストラン弥彦山自然館などの施設がございます。どうぞご利用くださいませ。いいよね、山並みいいよね、気持ちいい。皆様ご乗車のゴンドラは海彦号と申します。まもなく向かって左側に山彦号とすれ違います。前に通勤熱いものがございます。神社の左手には弥彦の森にこだまする弥彦競輪場、そして右手には湯の方漂う弥彦温泉街が続いております。まだ正面、皆様どうぞ正面をご覧くださいませ。弥彦神社の滝小高い丘の前方大きく見えております町並みは幼少期で名高い燕市でございます。燕市の右手前方山裾一帯に大きく見えております町並みは品川のほとりに開けゆく七物の都三条市でございます。広々とした地獄湯に点在する町や村の雄大な大展望をどうぞご覧くださいませ。